ケマい盆踊りの風景ケマいの盆踊りは、秋田県カズ市と和田けマ内で行われる、重要無形民族文化財に指定される盆踊りで、ある。毎年8月21日から23日まで、行われる。西もないの盆踊り、水立市の盆踊りと合わせて、秋田県の3、大盆踊りに数えられる。以前は、まない盆踊りと言われていたが、平成10年12月16日に、 国の重要向け民族文化財に指定された頃より、ケマ内の盆踊り北の盆マイナスと称している。ケマ内の盆踊りは、情緒豊かで優雅な盆踊り。町内路上にかがり火を焚き、その周りに細長い輪となり踊られる。呼び太鼓の後、笛の林の王の坂踊り、歌のみのジン踊りの順で踊る。大の坂踊りは、明暦三年に、桜場光秀がケマ内に違法した頃すでに、 継承されていたとする説、京都の念仏踊りの流れを組むという説があるが、定かではない。この地方は、南部藩時代に群馬であった、南部馬の産地として知られ馬の売買が厳しい管理、体制下があり、馬碑製のこの地方特有の大太鼓が作られ、張りのある音色が聞ける。踊り手の衣装は、男は黒門付きに、水色の毛出し、女は襦袢に、時色の毛出し、近年は、 江戸妻、訪問着、古門など晴れ着を着て、顔は豆絞りの手拭いて放火ぶりをするなど、地域的特色に富んだ伝統的な盆踊りである。昭和初期までは、歌が付随していたが歌い手が途絶えた。人空踊りの起源は、A68 年から A61 年にかけて、安藤愛希が数野に攻め入った際、南部のブナが三個から出陣し愛希勢を両外に駆逐した。その折、 毛間内で小卒の牢をねぎらったものと言われている。昭和後期までは、上町、中町、下町、五軒町、茅町,茅町の5町で順番に5日間行われていた。一説に衣装は、反省時代、男性も女性も、女性物の着物の晴れ着などを着て踊っていたという。会場は、秋田県道313号行き久は、ドアだケ間内線を通行止めにして行われる。 ありがとうございます。